文書法事の真実、始皇帝の知られざる意図と歴史の誤解。こんにちは、ようこそ。今日は秦の始皇帝による焚書坑儒という有名な政策についてお話しします。この事件、実は儒教の弾圧ではなかったという説があるのをご存知でしょうか。それでは、なぜ始皇帝は書物を焼き人々を生き埋めにしたのか、その真相に迫ってみましょう。1. 秦の始皇帝、中央集権化への野望。秦の始皇帝、紀元前259年から紀元前210年まで生きたこの偉大な皇帝は、中国史上初めて全土を統一した人物です。彼の統治は中国の歴史を大きく変え、その後の王朝の基礎を築きました。始皇帝は強力な中央集権化を目指し、法家思想に基づいた統治を実現しようとしました。法家思想は、厳格な法律とそれに基づく統治を重視し、国家の統一と安定を図るものでした。始皇帝の統治の特徴としてまず挙げられるのは、全国的な標準化です。彼は文字、貨幣、度量衡などを統一し、国内の一体化を進めました。例えば、漢字の統一により異なる地域間でのコミュニケーションが円滑になり、文化の統一感が生まれました。また、貨幣の統一は経済活動を活性化し、度量衡の統一は取引の公平性を確保しました。これらの施策は国家の統一と発展に大きく寄与しました。さらに、始皇帝は万里の長城の建設など大規模なプロジェクトを推進しました。長城は北方の遊牧民からの侵入を防ぐための防衛施設であり、その建設には多くの労働力と資源が投入されました。このような巨大な土木工事は国家の統治力と経済力を示すものであり、始皇帝の中央集権化政策の一環として位置づけられます。しかし、その過程で行われたとされる焚書坑儒政策は、後世において非常に議論を呼ぶこととなりました。焚書坑儒とは、書物を焼き儒者を生き埋めにするという極端な思想弾圧政策を指します。史記によれば、始皇帝は師匠を焚いて術師を恋にしたと記されています。ここで言う術師とは、不老不死の術を語って始皇帝から莫大な金を騙し取った奉仕を指します。彼らが焚書の対象となった理由は、始皇帝の信頼を裏切ったためです。この焚書の目的は、儒教の弾圧ではなく、不老不死の術を信じさせる詐欺師を排除することにありました。しかし、漢書ではこの事件が師匠を焼いて儒師を恋にしたと書き換えられています。これは後の時代において儒教が権威を確立する過程で、始皇帝による弾圧の歴史が儒教に対する弾圧として再解釈された結果です。つまり、始皇帝の行為は儒教という特定の思想を弾圧することが目的ではなく、彼の定めた法律に従うことを徹底させるためのものであったのです。 2. 焚書の実態、師匠を焼き奉仕を処罰。秦の始皇帝の統治下で行われたとされる焚書坑儒は、歴史的に非常に議論を呼ぶ事件です。焚書に関する具体的な記録は史記に見られ、師匠を焚いて術師を恋にしたと記述されています。ここで言う術師とは、始皇帝に対して不老不死の術を語り莫大な金を騙し取った奉仕たちのことを指します。彼らは始皇帝の命令に背き、彼の信頼を裏切ったため厳しい処罰を受けることになりました。始皇帝の焚書政策の目的は、儒教の弾圧ではなく、不老不死の術を信じさせる詐欺師を排除することにありました。始皇帝は永遠の生命に対する強い執着を持っており、不老不死の飛躍を求めて多くの奉仕に依頼しました。しかし、これらの奉仕の多くは始皇帝の期待に応えられず、逆に金銭を騙し取ることが横行しました。このような背景から、始皇帝は奉仕たちを厳しく処罰し、その過程で多くの書物が焼かれることとなったのです。漢書では、この事件が師匠を焼いて儒師を恋にしたと書き換えられています。これは後の時代において儒教が権威を確立する過程で、始皇帝による弾圧の歴史が儒教に対する弾圧として再解釈された結果です。実際には、始皇帝の行為は儒教という特定の思想を弾圧することを目的としていなかったと考えられます。彼の真の意図は、あらゆる思想や文化を統一し、彼の定めた法律に従わせることで国家の統一を強化することにありました。始皇帝の厳格な統治方針と彼の永遠の生命への執着が交差した結果、このような極端な行動が取られたと考えられます。始皇帝は、国家の安定と統一を保つためには厳しい法律の施行と反対勢力の排除が必要だと信じていました。彼の行動は法家思想に基づくものであり、法と秩序を維持するためのものでした。 3. 坑儒の真相、儒師と奉仕の混同。焚書坑儒という言葉の中で、特に坑儒は歴史的に多くの議論を呼んできました。儒師とは、儒教を信奉しその教えを広めようとする学者や知識人たちです。一方、奉仕とは、
特に秦の始皇帝の時代に不老不死の術を語って利益を得ようとした人々を指します。始皇帝が実際に生き埋めにしたのは樹脂ではなく、彼を欺いた奉仕たちである可能性が高いとされています。この混同は後世の誤解や意図的な歴史改変によるものと考えられます。具体的には史記には師匠を焼いて術師を恋にしたと記されており、ここでの術師とは不老不死の術を語って始皇帝から莫大な金を騙し取った奉仕を指しています。彼らは始皇帝の命令に背き、信頼を裏切ったため厳しい処罰を受けました。この墳所と工事の事件は始皇帝の放火思想に基づく統治方針と深く関係しています。放火思想は厳格な法律とその執行を重視し、国家の統一と安定を図るものでした。始皇帝は国家の統一を強化するためには異なる思想や文化を排除し、統一的な法と秩序を徹底する必要があると考えました。そのため彼の目指す中央集権化の一環として、不老不死の術を信じさせる詐欺師である奉仕たちを排除することが不可欠だったのです。後世において儒教が権威を確立する過程で始皇帝による弾圧の歴史が儒教に対する弾圧として再解釈されました。漢書に記述されている師匠を焼いて樹脂を恋にしたという記述はこのような後世の歴史改変の一例と考えられます。この再解釈は儒教が後に中国の主要な思想体系となったため、始皇帝の行為が儒教に対する攻撃として伝えられるようになった結果です。4. 意図と後世の解釈。思想弾圧の真の目的。秦の始皇帝が墳所工事を行った秦の意図は、特定の思想や文化を弾圧することではなく、彼の定めた法律に疑いなく従わせることにありました。始皇帝は放火思想に基づく中央集権化と統一的な統治を実現しようとしました。放火思想は厳格な法律とその執行を重視し、国家の統一と安定を図るものであり、始皇帝はこの思想に基づき異なる思想や文化が国家の統一を乱すと考えました。人民が独自の文化や思想に固執することを避けるために、始皇帝はあらゆる思想や文化を統一し、彼の定めた法律に従わせる必要があると感じました。これにより異なる地域や文化の間での対立や混乱を防ぎ、国家の安定を維持しようとしたのです。この目的のために彼は書物を焼き、詐欺師である奉仕を処罰しました。奉仕たちは不老不死の術を語り、始皇帝を欺いて莫大な金を騙し取っていたため厳しい処罰を受けました。しかし後の時代において儒教が重要な思想体系として確立されると、この事件は儒教弾圧として再解釈されるようになりました。漢書には師匠を焼いて樹脂を恋にしたと記述されていますが、これは始皇帝が儒教を弾圧したとする誤解や意図的な歴史改変の結果とされています。実際には始皇帝の行為は儒教そのものを標的にしたものではなく、放火思想に基づく統一政策の一環でした。この歴史の再解釈は後の時代において儒教が中国の主要な思想体系となったため、始皇帝の行為が儒教に対する攻撃として伝えられるようになった結果です。これは歴史が勝者によって書かれることが多いという典型的な例です。時代背景や後世の価値観によって歴史の解釈が大きく変わることが示されています。まとめ。墳所工事は秦の始皇帝が行ったとされる書物の焼却と特定の奉仕の処罰を指す歴史的事件です。この政策は始皇帝が国家の統一と安定を図るために行った放火思想に基づくものであり、儒教そのものを弾圧することが目的ではなかったとする説があります。始皇帝は中央集権化を目指し、異なる思想や文化が国家の統一を妨げると考えました。そのため人民が独自の文化や思想に固執することを避け、法と秩序を徹底させることを重視しました。具体的には史記には師匠を焼いて術師を恋にしたと記されています。ここでの術師とは不老不死の術を語って始皇帝から莫大な金を騙し取った奉仕を指します。奉仕たちは始皇帝の命令に背き、信頼を裏切ったため厳しい処罰を受けました。墳所の目的は儒教の弾圧ではなく、不老不死の術を信じさせる詐欺師を排除することにありました。しかし後の時代において儒教が重要な思想体系として確立されると、墳所工事は儒教弾圧として再解釈されるようになりました。漢書では師匠を焼いて樹脂を恋にしたと記述されており、これが奉仕と樹脂の混同による誤解や意図的な歴史改変の結果とされています。このように後世において儒教が権威を確立する過程で始皇帝による思想弾圧の歴史が儒教に対する弾圧として伝えられたのです。結論として、墳所工事は放火思想に基づく中央集権化と統一政策の一環であり、儒教弾圧ではなかった可能性が高いです。しかし
後世の歴史解釈により、この事件は儒教の次男の歴史として伝えられることとなりました。この事件を通じて、歴史の解釈が時代背景や後世の価値観によって大きく変わることがあることが示されています。歴史は単なる過去の事実の記録ではなく、時代ごとの価値観や政治的背景により再解釈されることが多いのです。始皇帝の行動を理解するためには、その時代の背景と彼の思想に深く目を向ける必要があります。彼の統治は国家の統一と安定を最優先に考えたものであり、そのために厳格な法の執行と異なる思想の排除が行われました。墳所工事はその一環として実施されたものであり、後世の解釈によって異なる見方がされるようになったのです。これにより歴史の解釈がどのように変わりうるか、そしてそれが現代にどのような影響を及ぼすかを考える契機となります。今日の動画はいかがでしたか？歴史の裏側には多くの謎があり、それを解き明かすことは非常に興味深いですよね。チャンネル登録と高評価をお願いします。そして次回もまたお楽しみに。他の動画もぜひチェックしてみてくださいね。それではまたお会いしましょう。